ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは、アキです。今回はコレクションの紹介です。フェイバリットアクアフィッシュ、ミニモデル。フェイバリットのミニモデルは、ミニサイズながら、ディテールや動き、ライン、台座に至るまでこだわった魚介類のミニフィギュアです。釣り具店や水族館などで販売されています。ガチャフィギュアと一緒に並べられるミニサイズのアイテムです。1個550円。ラインナップは、ブラックバス、アオリイカ、クロダイ、マダイ、スズキ、アユ、ヤマメ、ヒラメ、ミズダコ、クロマグロ、ロウニンアジ、バショウカジキ。以上、全12種です。監修は、造形作家の森屋和義氏。ガチャではなく、単品販売のため、人気から先に売り切れてしまいます。釣り師の人にはバスなどが人気のようです。以前発売されたものが再販されましたので、今回コンプできました。以前は価格設定がガチャよりも高い印象で、安くてクオリティの高いガチャフィギュアの方が魅力的だったのですが、昨今のカプセルフィギュアの価格高騰を踏まえると、500円のガチャも当たり前になってきましたので、コンテンツとしては、こちらの方が満足感があったりなかったりしています。フェイバリットのフィギュアは、動物園に行った時に、お土産コーナーで売っている、あれです。恐竜のおもちゃとかも出してますね。どちらかというと子供向けの上層玩具のイメージが強く、海洋堂やネイチャーシリーズにはかなわない印象でした。ところが最近では、メーカーの中の人が優秀なのか、恐竜フィギュアを造形師の荒木さんが担当したり、原型も洗練されて、さらに中国の塗装技術も向上しており、コンテンツのクオリティはさらに高くなっています。海洋堂のカプセル級やネイチャーシリーズと比較しても、勝るとも劣らないクオリティになってきたと思うのですが、いかがでしょうか。本当は、ガチャガチャの生き物フィギュアの、新作と旧作の比較動画を、作ろうと思ってたのですが、新作の生き物に、あまり特筆すべき、面白いのがなかったというか、欲しいガチャがないので、今回は購入をスルーしちゃいました。止まらない円安で、ガチャも値段が高騰していくようで、地味に100円ずつ値上げされていたり、フィギュア自体がどんどん小さくなっていったり、塗装の簡易化などされていて、あまりも得ないというか、ガチャ市場自体が変化していくようですね。一般向けはチープになり、ハイクオリティなアイテムは超高級志向に向かうのか。生き物ガチャのフィギュアは、ブラインドで当たり外れがあるところが魅力だと思うのですが、価格が高くなっても、クオリティがそれなりになると、市販の動物フィギュアの方がいいんじゃないの、と思ってしまう今日この頃です。そういうわけで、今回はフェイバリットに着目してみました。水族館、博物館などの物販アイテムには、フェイバリットやカロラータなどがあります。ベンチャー企業が参入しやすいのか、大手メーカーのコンセプトとは異なる思考の、面白い企画やコンテンツがありますね。ガチャで言えば、海洋堂や初期の生き物、ネイチャーシリーズなどがそうであったように、水族関係のガチャには、たまに奇跡的な神アイテムが出現することがあるので、そういう意味でも、ウプ主は博物館や水族館巡りを楽しみにしています。大手メーカーは、資本に物を言わせて、高額な新作を、どんどんプレミアム化していくようですね。生き物大図鑑アドバンスアルマジロトカゲ、2000円税込み、生き物大図鑑プレミアムリーフィーシードラゴン、4950円税込み。ワンコインでブランディングしておいて、売れたコンテンツは高級なアイテムで続編を出すという、いつもの商法ですね。ちょっと高額すぎて、ウプ主は購入を戸惑います。皆さんはどこまで追っかけますか？
お金に糸目をつけなければ、ハイクオリティにはなるのでしょうが、ユーザーが皆お金持ちというわけではありませんし、限られた予算内で、どれだけ作り込めるかが、ガチャコンテンツの本来の魅力ではないでしょうか。さて、おまけで開封動画です。往年の、ネイチャーシリーズがいかにすごかったか、比較してみたいと思います。日本の声優から、シークレットの赤目です。一つのベンダーマシンにほぼ一個しか入っていない激レアアイテムです。激レアと呼ぶにふさわしい、ハイクオリティな造形です。ご視聴ありがとうございました。